はい、皆さんこんにちは。2日後にアップルの新製品の発表会を控えておりますけども、まあ当然ね、その中ではこの新型のね iPhone が発表されるのではないかと言われていますよね。まあこのチャンネルでも、まあ再三ね、まあその噂についてまとめてきましたけども、今日はね、その iPhone の対極にあるね、携帯電話をちょっとね、ご紹介したいんですが、幕開けというこのクラウドファウンディングのサイトのプロジェクトのね、一つとして、まあ、とにかく小さいテザリング機能搭載の SIM フリー携帯電話というね、まあ、このニッチフォン S ってやつなんですけど、まあ、それをね、こう募集してたんですよね。で、私もちょっと面白いなと思いまして、支援をね、したので、で、物が届いたので、今日はそちらをね、やっていきたいと思います。はい、それではね、荷物が届いたんで開けていますが、はい、こんな感じで、こちら出てきました。で、これね、フューチャーモデルという会社からニッチフォン S というね、製品ですね。8980円で1台もらえるという支援をしました。で、これパッケージね、こんな感じですが、まあ、このね、表はね、立体的なね、写真が貼ってあったりして、まあ、こうロゴがね、入ってますけども、それでね、裏面はまあこんな感じで、まあ裏面もね、そんなに何かが書いてあるわけではないです。フューチャーモデル株式会社と書いていますけども、それでね、これパタッとね、これ開けると、で、これね、透明のね、こうフィルムの中にこの実際のね、製品が見えるようになってるんですよね。まあ結構ね、凝ったパッケージなのではないでしょうか。で、まあここにね、ザクッとしたまあこの部位のね、説明が書いてますけども、で、ちょっとね、中開けていきましょうかね。で、これもチャカチャカチャカっと回しまして、で、これね、後ろにね、この、まあ、充電用のケーブル。そして、これが取扱説明書。ちょっとね、この辺の接着が強すぎてね、なんか出しにくかったですよね。で、これもね、出しにくい。で、これ本体ですね。確かに小さい。軽い、小さい。で、これが多分充電器のようですよね、どうやらね。充電器も小さいです。でね、これね、実際本体ちょっとベタベタ触ってきますが、そう、こんな感じ、手のひらサイズなんですよね。まあ、なんかね、白の色もね、綺麗ですけどね。で、これまあ、ザクッと比較すると、これ iPhone 7 Plus。で、これと比較してこんな感じですよね。縦はまあ6割ぐらいなのかな。横はね、横も6掛けぐらいの大きさでしょうかね。まあ、やっぱりかなり小さいことがわかります。それでね、こちら、まあ充電しないと使えないので、で、これ充電器ね、こんな感じなんですよね。で、こう裏のこのマグネットでピタッとつけて、それで、まあ、これね、充電器は一般の市販のものを使ってくださいということになっています。で、これ充電がね、開始しましたけども、これ大体ね、フル充電だと72時間待ち受け、通話が3時間可能みたいですよね。まあ、かなり長持ちする感じ。で、これサイズ感ね、先ほど iPhone とは比べてみましたが、まあ、この、まあ、歌い文句の通りね、このクレジットカードサイズ、スイカサイズぐらいなんですよね。で、これ幅がね、まあ、そのカードよりも、5ミリぐらい小さいぐらいで、で、縦はちょこっと長いぐらいなのかな。縦はそう、ちょっと長いぐらいですね。まあ、こう、ほぼね、これ、まあ、宣伝に偽りなしという感じの大きさですよね。厚さはね、6.5 ミリぐらいですけども、それでね、これ重さはね、これ38グラムと言っていますが、やはり38グラム。こちらも正しい表記がされています。で、SIM をね、入れていきたいと思いますが、で、これ iPhone からね、今これ出しましたけども、これ音声付きの SIM なんですよね。それでね、これに、このニッチフォン S にね、入れていきたいんですが、ここにどうも SIM スロットがあるようなんですよね。で、ちょっとね、詰め切ったばっかりなんで、非常に開けづらい。手こずっていますが、これね、爪が伸びてたらそんな問題ないかもしれないですけども、あ、取れた。
上げたと思ったら飛んできました。これちょっと改善してほしいですかね。でこれ SIM スロットこんな感じで、ナノ SIM がね1枚入るようになっておりますね。でこれ入れていきますね、まあ、シュッと入れる感じで、でちょっとね取り出しもしづらかったな、これ後で入れ出しした時で。これ蓋はねつける時は問題ないですね。でこちら電源の方を入れていきますけども、まあ、これ右下のボタンを長押しなんですけども、まあ、やっぱりねこう起動自体は、まあ、これ iPhone もそうですけど、まあ、そこそこ時間はかかりますよね、まあ、これはしょうがないです、まあ、そんなにね電源を入れたり切ったりするものでもないので、まあ、ここはちょっと多めに見たいと思います。あって思っていたらつきましたよねこれね。それでまあこれ今電波を補足しまして、まあこう左のね上にね電波の強さが出ています。でこれねちょっとね今 60fps で撮っちゃったんで若干画面がねちらついてますが、実際はちらついては見えないです。それで今これね電話の方をかけてみますね。でこれ自宅からかけてる感じで、ちょっと待っていると、おなりましたね。まあ確かに着信はちゃんとするようですね。はい、それでテザリングの方ですね。これ 3G なんですけども、ちょっと実際実力はどんな感じでしょうか。でテザリングをやるにはですね、これちょっとね APN のね設定が必要なんですね。でこの設定画面からこちらをね選びまして、でそのねちょっと下の方をモバイルネットワークっていうところに、まあ、入っていってですね、まあ、それでその下のね APN でこちらを選んで、まあこれ新しい APN をね設定する必要があるんですよね。でこれまあ設定自体は、まあ、この各ねいろんな項目をね入れていくわけですけども、まあ、これ回線会社によって違いますんで、まあ、これ回線会社のねホームページなんかを見て、まあ、これ入れてっていただきたいんですね。で私の場合は IIJMIO なんで、まあ、このような内容をね4つ入れればいいですね。なんでねこれをね入れた状態で、それで入れ終わったと仮定しまして、でテザリングの起動はねこの3番目のボタンを押すわけですね。それで OK をねすると、はい、そうするとねこの電波の横にねテザリングオンのマークがね出るわけですね。でこれでテザリングは準備がね完了したわけですね。でまあ実際にね iPhone とちょっとつないでね見ていきたいですけども、まあ、この通り iPhone は SIM なし、もぬけの殻となっていますが、まあ、こちらをですねこのニッチフォン S の、まあ、テザリングの電波にねつないだわけですけども、それでまあパスワードをね要求されますので、でこれニッチフォンの方でパスワードがね確認できるんですよね。でこのパスワードっていうのを確認するとね、これを入れればねつながるっていうのが出てくるんですね。でこれカスタマイズ私はしちゃってますが、デフォルトでも問題ないです。でそれを入れた状態でこちら iPhone がね、このニッチフォンにテザリングでつながってるわけですよね。でこれホームページちょっと Apple をね見ていきますが、まあ、これ読み込み速度どんな感じでしょうか。まあざっとねこんな感じなんですよね。まあ出だしは遅いけど読み込み出すとそんなでもない、ただまあ懐かしい感じの速度ですよねこれね。昔の 3G が思い出される速度でございますね、これね。まあこれをね、まあ快適かそうじゃないか見るかはちょっと人によって違うと思いますが、具体的な通信速度は、ちょっとね、これスピードテストで測っていますけども、まあやっぱりね、これね、テストもちょっとね、時間はなんとなくかかりますよね。それでこれ、この準備が少し時間かかって、でこれ、テストを開始しましたけども、でこれダウンロードがね今始まったところですね。ただねダウンロードはね思ってたよりね遅くもなくて、まあ 3G なりな感じで、まあこれ
6メガ BPS ぐらいはね出るんですよね。だからまあそんなにね、まあなんでしょう、テキストのねメッセージを送ったりするぐらいだったらまあ何の問題もない感じで、アップロードの方はこんな感じで、ちょっとねやっぱり1を切る感じで、アップロードにはねあんまり向いてないなっていうのがまあちょっと伝わってきますよね、これね。だからこんな感じですね、結果はこんな感じでした。それでね、まあ SMS は一応できるらしいんですよね、本体使って。ただねやっぱりこのガラケー系のこの何タイピングがね、まあ、とにかく忘れちゃっててよくわかんないってことで、今なんか文字をね本文入れようとしてるんですけど、まあまあちょっとねよくわかんないですよね。もうこれ何回も押さなきゃいけないんで。でも個人的にはねこの入力方法もね iPhone 使っちゃってるとねちょっとありえない感じなんで、ちょっとね断念って感じ、ギブアップですねこれ。それでスペックはねざっとこんな感じですので、後でよく見てみてください。まあそれでこちらのニッチフォン S ですが、まあ使い道としてね私が考えたのはこれね iPhone なし生活だったんですよね。まあそれでまあこのチャンネルでもね、まあこの iPod Touch はねこう話題になるとね、やっぱりこう根強い人気があるわけですよね。まあこのコンパクトさっていうのも理由でしょうし、まあ学生さん中心にね非常に人気があるように感じますよね。でまあこれ32GB で21,800円、128GB でも32,800円ってことでね、まあこれ iOS のまあ機器の中ではまあ一番ねこう買いやすいお値段っていう風になってるわけですよね。まあそれでまあ例えばねこれ iPod Touch のまあ 32GB がまあ 23,544円、そしてニッチフォン S がこれまあ売り出すとしたら 17,080円らしいんですよね。でまあ合計が 34,324円ってことでね、まあその組み合わせでまあこう通信がね可能な iPod Touch がね手に入るわけですよね。まあそれでまあ例えばほら学生さんだとまあガラケーはね契約してもらってるかもしれないんで、まあそれはね今までのやつのまあ SIM をね入れちゃうことも可能かもしれないですよね。まあ、ちょっとサイズの問題あるかもしれない。あるいはね、まあ、自力で、まあ、この格安 SIM をね、まあ、契約するとしても、まあ、月々1500円ぐらいでできるんじゃないかと思います。で、まあ、あとはね、例えば、この iPhone なし生活というと、iPad だけでもね、いけんじゃないかな、なんて思って、まあ、それでね、ちょっと、まあ、このニッチフォンがね、活躍しないかな、なんて思ったんですけどね。まあ、ただまあちょっと使ってみたところ、やっぱりね 3G だけのねデータ通信なんで、これちょっと遅いかなっていう印象は受けましたよね。だからまあこれ日本についてはやはりね LTE 対応になってこないと、まあちょっとルーターとしてはね不完全な感じはありますよね。でまあそう考えるとね、例えば Apple Watch がね LTE テザリングねできるようになったらね、まあ、そしたら面白いなって思ったんですけども、まあ、やはりね次期の Apple Watch、まあ、シリーズ3って言うんでしょうかね、ではねどうも iPhone と回線共有の方式のようなんですよね。だからまあちょっとこの Apple Watch だけが、まあ、この完全に独立して、まあ、通信を行うっていうのはね、まあ、こうテザリングなんかっていうのはできそうもないですよね。まあやっぱりね、これ iPhone とセットで売りたいっていうまあ部分もアップルにあるでしょうから、まあなかなかちょっとね、Apple Watch だけに、まあこうかなりのことをやらすことはね、できないかもわかんないですよね。まああとはこう、できたらね、iPad と Apple Watch がまあこうセットでね、使えるようになってくれたらね、またそれはそれでね、まあ違った使い道になると思うんですけどね。てことでね、今日はちょっと iPhone とね、対極にある携帯電話、ニッチフォン S をご紹介しました。それではまた。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。